皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日は、クリスチャンロックバンド、ゴスペルバンドの、若い方々が出演してくださいます。まず1曲目からどうぞお聴きください。
はい、ということで今日のゲストは、かけだらけ、はいだらけの、ゴスペルバンドの4人の皆さんです。こんにちは。こんにちは。まず自己紹介をしてもらっていいですか。はい、かけだらけ、はいだらけ、ギターボーカルの村尾誠二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースを担当させていただいてます、島崎みのるです。よろしくお願いします。お願いします。キーボードを担当しております、松浦和也です。よろしくお願いします。お願いします。ドラムを担当してます、小野寺青です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これグループ名なんですけど、はい、全部こうカタカナなんですよね。はい、結構言いにくいってそうですね、ちょっと語呂がいいっていうのもあるんですけど、まあそこには深い意味も実は意味があって、はい、まあ、かけだらけで、はい、はいだらけ、はい、どういう意味かその直訳じゃないですけどそうです、一人一人は一人一人の人間をかけだらけで、うん、本当に弱い存在ですけれども、こういうふうに4人集まれば神様に感謝の思いを込めて賛美を奏でることができるっていう思いが、はい、もうこの名前に込められてる、はい、でそもそも結成のきっかけっていうのは、はい、なんかあるんですか。結成のきっかけはですね、はい、メンバー あのドラムの小野寺青くんの教会で、はい、その近隣の教会の若者を集めて、はい、ワーシップフェスティバルというものを行うという機会があったんですけれども、それで急遽といいますか、うん、同じ大学のメンバー枠を埋めるために初めはそういう感じでそうです、初めはで実は、みんな同じ大学の、同学年、はい、はい、で、なんと僕の後輩にあたるんですよね。はい、青山学院の、4年生、はい、ということで、はい、非常になんか嬉しいなって思ってなんかこう、しかも、まあ、ロックバンドっていう、まあ、ことよりも、まあ、ゴスペル賛美をそのロックスタイルでやりたいっていう思いがあるんですか。はい、できるだけ分かりやすい形で僕たちの同年代の人にそのイエス様の十字架とか神様のことを伝えられればなという思いがあって、そういう分かりやすい曲調、今風の現代風にアレンジされた、でもそれでいってその聖書の言葉と自分の思いは絶対に外したくないなという曲の、なんか曲を聴いてて、そのいわゆるなんかクリスチャンっぽいことを言ってってるとか、こうそういうことじゃなく、もうストレートに賛美を、そうですね、ストレートに自分たちの思いを伝えたいっていうのは強いかもしれないですね。聖書の言葉と、あと自分たちがそれに抱いている思いっていうのが強いですね、うん、なんか我が魂の賛美っていう、それ本当そのままだなと思って、自分たちの言葉で、はい、まあ、言葉でっていうかスタイルで表現していく。曲作りは、はい、リーダーの、はい、一応歌詞とメロディーラインですか、はい、メロディーラインは一応僕がギターで、はい、作りまして、あとの肉付けというかアレンジを他のメンバーの皆さんがもう盛大に盛大になんかこうダメ出ししたりとか、ここはこうしたらいいんじゃないかとか、そういうのある。しますね、結構すいませんあ、でもあんまりダメ出ししないかもね。なんかお互いパート褒め合ってるみたいな、あ、褒めて光景が、あ、じゃあお互いに褒めながら、あ、確かに、あ、誰ピアノすごいよとか言ってね、なんかすごいとか言って、5万人になるわけだよバランス大事でもなんかそう聞いてて、なんかそれぞれのパートが喧嘩してないっていうか、なんかこうお互いに、なんだろう、ちょっと譲り合ってるじゃないけど、はい、なんか自己主張 しすぎてなくて、なんかすごくいいなっていう。ありがとうございます。なんかピアノもこうちょろちょろっていうでもなんかね、それがちょっとこうちょっとそこで主張 してるっていうかね、音数、まあ、少ないけど、そうですね、味付けしてますね、うん、はい、なんかそれは意識してる。そうですね、やっぱ全体の中でのバランスとか、まあ、多分それぞれがみんな考えてやってると思うんですけど、まあ、じゃあそろそろ次の曲に、はい、行っていただきたいんですけれども、次の曲は何ていう曲ですか。はい、次の曲はとこしえの愛という曲なんですけれども、はい、
あの旧約聖書のエレミアの気持ちになって、預言者エレミアの気持ちになって書いたんですけれども、その人間の愛と神様の愛を対比させながら、人間の愛は本当に対象によって愛の大きさをコントロールしてしまう本当に弱い存在なんですけれども、でもエレミア書に出てくる神は常しえの愛を持ってエレミアに現れてくださった、しかも誠実をも尽くして愛してくださったっていうのに対して、自分の思いも少し B メロに書いてるんですけど、自然になんか、あ、今自分はこんな悔い改める気持ちが必要なのかなというのが B メロに出てきて、最後になんかドバッと感謝の思いがなんか出てきて、なんかいう、なんかそうですね、ドラマ仕立て、ドラマチックのような感じの曲調にはなってるかもしれないですね。わかりました。じゃあ2曲目、とこしえの愛、どうぞお聴きください。私に現れた常しえの愛を持って神様、私はそれに気づかず日々過ごしていた。それでも主は誠実を尽くし私を愛で支えた。教えてください、祈る心、
どうも皆さんこんにちは。改めましてかけだらけ灰だらけです、僕たちこのメンバーを通して改めて賛美というものは本当に素晴らしいものだなと感じています、私自身も、誰にも相談することのできない、その神様にしか相談することのできない、いわゆる声にできないような叫びとか祈りというものも、この今のような音楽に乗せれば神様に届けることができるのではないかと僕たちは強く感じています。どうか僕たちの音楽を通して、あるいは CGNTV を通して、新しく神様に触れてくれる人が増えればいいなと願っています。僕たちを通してイエス様の十字架を見ていただければ、本当に僕たちはここで音楽を奏でる意味はあるのかなと思っています。続いての曲は、小さなことはという曲になるんですけれども、私たち本当一人一人は本当に欠けだらけで、どうしようもない、神様の力がないと本当に弱くて脆い存在なんですけれども、日常生活の中でどうか今テレビを見てくださっている方々が、どんなに小さなことをするにしても自分の思いが先に来るのではなくて、神様の思いが一番先に来てほしいなという願いと祈りを込めて、今から神様に感謝の賛美を捧げたいと思います。聞いてください、小さなことは。
主に仕え、喜び歌って ありがとうございました。いやなんかいい曲ですね。ありがとうございます。なんか嬉しいです。あのアレンジも素敵で、はい、うん、ありがとうございます。すごいなんかスパイスが効いてるっていうか、うん、なんかちゃんとキャラクターなんかバンドのねそのカラーがあるなっていうふうに思うんだけど、じゃあ最後の質問はあの一人一人に聞きたいんですけれども、皆さんにとって賛美とは、はい、一言で言うと何ですか。ドラムの青木君からどうぞ。音楽を用いての賛美は僕にとって告白です。自分の罪の告白であったり神様に対する愛の告白であったりします。その告白を言葉にするですね。あのヨハネの福音書の一番初めのところに初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという聖書箇所がという聖句が ありまして、その聖書箇所から言葉がいかに力を持っているか、この言葉にすることがいかに大切かっていうことを教えられた経験がありまして、それでその神様に対する告白を言葉にするっていうことを実現してくれる本当に素晴らしい一つの方法っていうのがこう賛美だと思います。ありがとうございます、うん、はい。私にとっての、まあ、賛美はですね、その苦しい時とかの、まあ、叫びでもあり、また感謝や喜びを、まあ、表す時なのかなっていうふうにあの認識してます。あの受験の時にたくさん詩編を読んだんですけど、うん、その時にあのダビデがたくさん今ある境遇に対しての訴えだったりとかで、その一方でまた神様への感謝とかその喜びをすごいあの歌っていたのを見て、あのすごい共感するところが多くて、私にとってなのでその神様への感謝や喜びを、まあ、表す、そういうふうに、まあ、変えてくれるのが、まあ、賛美、まあ、導いてくれるそういうものだと思ってます。僕にとっての賛美は捧げるもの、捧げものだなっていうふうに思います。今まで賛美の奉仕とかリーダーの働きをしてきたんですけれども、やっぱり何回も何回も重ねてくると自分の
中にこうどこかでやってあげてるかのような気持ちが生まれてきたりとかして、でも本来賛美っていうものはもう自分が罪で汚くてもう汚れていても神様からすることを許されているで素晴らしいものなんだっていうことをこのバンドを始めてから本当により一層自覚するようになって考えるようになりました。じゃあ最後リーダー。はい、そうですね、いろんな賛美とはいろんな捉え方があると思うんですけれども、信仰告白であったり、証であったり、そういった意味も含めると思うんですね。で、その神様との盾との関係を築ける歌でもありますし、証をするっていう意味では横にも伸びる歌なのかなと思っています。で、そういったものを全てひっくるめると僕にとってはやっぱり力の源なのかなと思います。ありがとうございました。今日は、ゴスペルバンドの、かけだらけ、はいだらけの4人が、出演してくださいました。本当に4人とも、学生で、音楽をやっていますけれども、なんかその信仰がしっかりしていて、今賛美とはって聞いた中で本当にその賛美の一人一人の思いが伝わってきました。ぜひこの番組をご覧になっている皆さんも、共に主を賛美し、賛美をこの日本中に広めていけたらと思います。それではまた次週我が魂の賛美でお会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。